どうも、刺身です。アークやっておりますが、ちょうどですね、ラプターが来て、テイムできる状態に入りました。ので、ちょっとね、テイムをしております。いけるかな？てか、絶対薬が足んねえよな、これ。ちなみに、一緒にやってるね、ヨシさんがね、これ、サソリを2匹テイムしてくれて、私と、ユスさんの分32レベルとね、38レベルのサソリが今いるんですよね。これはやばいですよね。しかもサソリちょっと乗ってみたんですけど、かなりね、なんて言うんでしょう、移動速度も速くて、荷物も結構持てるので、これは非常にいいですよね。つかやべえな、これ足りねえな。どうしよう。一人だと本当にアークすげえ大変なんですよね、テイムとかね。本当サソリとか本当、まあ、腐った肉がねすごいあったから、サソリテイムしたいねって言ってたら、ね、ログインしたらテイムしてる状態で、もびっくりしました。よし、じゃあこれで薬1個作ろう。あとは周りに肉食が来ないことを祈りつつ、この辺たまにティラノとかね、カルノとかね、昨日はスピノーがいたので、なかなか怖いんですけど。よしよし。ほんと扉が多い。今のところね、拠点全然襲われた形跡もなくて、すごい順調なんですよね、実は。でも意外に早いか、もしかして。意外に今日肉は足りそうだな。ちょっとあれだな、そしたら。やっぱり薬が一応足りないかもしれないから集めとこう。そういえば向こうにティラノいたんだよな。カメか。こいつ何レベルだろう。4レベルか。ちょっと肉いただくか。ちょっとあの子の様子見に行って肉いただくか、少し新鮮な。食ってるね。33分、15分、ちょっと2つぐらいいただいとこう。3分、OK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 。これで、ちょっとカメちゃん。4レベのカメだったら、鉄槍で、瞬殺できそうだな。カメどこ行った？カメ。あ、いた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 。悪いんだけど、坂目吉、肉になってよ。多分カメだったら殴り合っても勝てそうな気がするな、これ。ほら、肉だな、肉。よし、10個。いいね、いいね、いいね。亀吉ごめんよ。いい感じだね。これはもう行くでしょう。一応薬つくと、まあ、薬、ああ、これやっちまったか。うわー、なんてこった。やべ、こんなんで死んだら恥ずかしすぎる。これちょっと登り方どうにかしないとな。これも来るな。さあ、来ました。はい、というわけでね、ラプター君をゲットしたので、ここでちょっとね、サドルをつけたいと思います。あ、これは返して。おお、来た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 。暗くて見えねえな。おお、いいね、
いいね。ラプター。ライド。どのぐらい速いんだろう。ちょっと意外にここ狭いな、作ったはいいが。ちょっと出てみて。ちょっとおいで。おいで。閉めといて、で、ああ、そういう方向転換なんだ。なるほど。240の156か、持てる量。なるほど。そんなにあれなんだな。スタミナ180。なるほどね。おお、なるほど。この辺登れんのか。おお、めっちゃジャンプする。テームしたあれ恐竜たちには餌入れとかないといつかあれ腹減って死んじゃうんで、なるべくそこは気をつけていきましそうですね。肉取って、今肉入れてます。ょう。了解です。お ダイビングインしたな えいし。そういうことか。お、いいですね、レベル9。はい、今上がった強いばっかで方す。が育てやすいからいいですね。よし。何あげるかな。ヘルスですかね。ですね、まずは2000欲しいですね。でも肉が7しかないんですよ。肉結構使っちゃったので。いいっすね。これでこラのフター岩ともサ登ソれリ。ちゃうからな。すごいね。本当だ、すげえ。なんだこれ。超便利。これも登れんじゃねえかな。うおい。サソリ便利だな。意外に速えし、ほんで。通常移動でも十分なくらいだな、これ。しかもこいつ、スタミナが多いですからね、サソリは。てか気で、持ち。サソリの一つの欠点としたら、あれ、口の位置が低いから、溺れるというより、すぐ、なんて言うんだろう、息ができなくなっちゃう。あれ、ちおお、ょっと便し利。た浅瀬で溺れちゃうんですよね、サソリ。あ、そうなんだ。じゃあ、もうこんぐらいでもう、あれですね、水に溺れてる感じじゃあです。水はやばいんだね。そうですね。まあなんか泳ぐの早いっぽいんで、一応大丈夫そうです。排便するときは止まるんだ。そうですね。なるほど。てかサソリって排便するか、まあそうするか。まあ一応。試しに何かを気絶させたいか。霧がすごいな。このトリケラでいいや、気絶させない。パラザウル、テイム状態入った。おお。あ、普通にそれでもテーム状態入るのか。入った。どうしよう。入っちゃっ本た。当だ。入っちゃった。ベリーがちょっと、あ、レベル 1？ こいつ。あ、レえ？ベル20か。どうまあしだよう。けど、レベル20でも早いな。どうする？やえ、る？どっちでもいいですよ。やっても。やる？そんなかかんないよね、確かパラザウルって。そうですね。やっちゃいます？じゃあ。じゃあやりますか。じゃあ、オッケーです。じゃあ、これ運べます？運べますよ。あれ、何？あ、今トリケラと戦ってああ。ますよ。あ、やべ。ソリも行った、ソリも。こう、殺されたら終わりだな。大丈夫だと思います。ほんと？
ちょっと援護仕上げようかな。いた。いた。あ、死んだか。おお、なんか興奮しとるな。あ、後ろティラノがいる。本当だ、奥にいる。うん、あれは怖い。じゃあ見張ってますね。じゃあ薬とベリー持ってきます。近くにラプトルがいる。嘘、薬が全然足らないな。殴り合ってみようかな。あ、あれか。あ、蜂だって。お、なら。あ、サソリでやる？いいですよ、サソリで。あ、これでもうサソリがやってくれるから。あとはかわして。早いラプトル。あ、切った。あ、あ、テーマ入った。どうする、これ忙しくなるよ。あ、だけど今は行くか別に。でもパラザウルよりラプトルがいいよ。ラプトルの方がいいよね。どうする。だけど肉あります、今肉ないんだよ。あ、じゃあ、まあでもですよ、ね、木の実はある。あ、じゃあ肉急いで集めてくる、きますね。ちょ、肉と、あ、肉ね、あっちのラプターの中に結構あるよ。あ、本当ですか。じゃあこの子薬も取るよ。はい、パラザールもやっとく。一応やっときましょう。 OK、 2体同時に。 OK、 じゃあこの子はちょっととりあえず2つぐらいでいいや。ちょっとじゃあラプターをちょっとしとくか。いい、肉、そうだね、肉ちょっとあのラプターから取って、はい、したら俺てか、でも全然薬足んないから。そうですね。え、ていうかこの子もテーミング結構来てないよ、意外に。あ、じゃあ今だけラプター諦める。救援物資も来てるし。あ、いいよ、取ってくるわ。ガーッとベリー集めつつ。ラプター HP もないか、やめとく。どっちでもいいですよ、早めに決めとかなっちゃう。そうだね、薬がもったいないもんね。この状況でいけばパララはいけそうだね。うん、いけそう。ラプトルも微妙だな。ラプトルは足らないし、多分30分ちょいはかかると思う。じゃあ今はやめときます。やめとく。薬3個じゃ持たない気がする。じゃあパララにする。そうですね、うん、パララにしましょう。サバイバルプロフィールも埋めたいし、プロファイル、まあちょくちょく来るからね、ここラプター。そうですね、また今度来たらその時に。うん、ちょっと準備しとかないとね、薬大量に作って。今日なんか恐竜も少ねえしな、この辺。すごいことが分かった。何？テーミングのあのピンク色、気絶ゲージが下がってる時に、うん、サソリで一発ぶっ刺すとすごい気絶ゲージが上がる。ああ、え、それテーム値はどうなんの？テーム値はそのまま。テーム値そのまま？けど HP が下がる。ああ、なるほどね。やりすぎると死ぬ。なるほど、そういうことか。もしかしたらサソリ、テーム用のサソリと戦闘用のサソリで分けた方がいいかも。戦闘用は攻撃力上げて、テーム用は攻撃力上げないで毒でそのまま傷つけて。うん、でもその子たちもかなり出来上がっちゃってもね。もうレベルが違いというか、
ていうかその恐竜入れるところをもうちょっと広げないとまずいね。うわ、トリケラのサドルだった。いらないね。ていうかちょっとこの設計図も多くなってきたんだよね。ですね。いら実ないはの捨てていきましょう。トリケラって持ってるよね。そうですね、持ってます。持ってたかな。ちょっと確認して、いらなかったら捨てちゃおう。薬が足りないので。薬足んない？足りないですね。あ、俺今12個あるか。腐った肉があれば。あ、腐った肉ありますよ。ある？いらないもの捨てて。あ、行くんじゃね？ですね。行く行く。この伸びだったらもう余裕で行くかも。使わなくてもよかったかもしれない。ってことはまたサドル作るのに革がいるのか。自分作りに行きます。俺ラプターで革140枚ぐらい使ったから、もうそんなないかも。了解です。来るか。来るか。刺身さん来のた。指名はお願いします。来たー。パラザウル。来たー。命名。パルルにしよう。どこのアイドルグループ？どこのアイドルグループにいそうでしょ。パルル。パルル。ボックスに薬が2個入ってた。あ、マジで？パルル来そこた。を気づいた。いいね、恐竜が増えてきた。ちょっと時間あるときちょっとこれ広くしとこう。はい、というわけでね、今回はサソリと、パラザールとラプターを見事テイムすることに成功しました。はい、ね、サソリは2匹いますけども。いやー、いいですね。ちょっとね、この場所、そんなに恐竜を入れるつもりではなかったので、そんなに大きくしてないんですけど、ちょっと拡張が必要ですね。はい、というわけでね、今後はちょっとね、やっぱりステゴとかもやっていきたいので、もっともっとね、恐竜をテイムして、いろんな恐竜をね、ここに連れていきたいと思います。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様、さようなら。